北サイト川の看板旭川駅前広場北サイト川は北海道旭川市の再開発事業旭川駅周辺開発地区の愛称であり立体交差事業や土地区画整理事業河川空間整備事業などの事業の総称地区計画北サイト川地区として旭川の新たな教育文化産業 行政の拠点形成と自然環境を生かした都市空間の創出を目指している。旭川駅を中心とする市街地と中別川の間に位置する86.2ヘクタールの区域であり、旧日本国有鉄道跡地を有効活用すると、共に中別川で分断されていた都心部と神楽地区の連続化を図り、国、北海道、旭川市、 JR 北海道が事業者になっている複数の事業を一体的に進めたプロジェクト。総括調整者は加藤源。マスタープラン策定当初からアメリカからピーター・ウォーカーのランドスケープデザイン事務所が参加しており、ランドスケーププランニング的な考え方やデザイン手法が取り入れられている。特筆すべき点として、中別川をアーバンデザインの骨格に位置づけて、 河川空間と、市街地の整備を一体的に推進したことが挙げられる。実際の設計は、下田明宏率いる DEM が担当した。旭川北サイトガーデンの設計は、高野文明の高野ランドスケーププランニングが担当した。基本コンセプトに、都心ルネッサンス、旭川人々の楽しく集う、空間、未来型の都心を掲げ、 柱となる四つのコンセプトを、都心拠点の形成、北の生活文化産業の融合拠点づくり、都心オアシスの形成、自然と融合する、都心づくり、躍動都心の形成、生き生き躍動する、都心づくり、未来都心の形成、旭川のメインステージづくりとした。また、整備方針を以下の通りに定めた。旭川駅を中心に、 限度学立体交差事業により線路を高架化して駅舎を新設する事業を中別川のある南側に約七十メートル移設する別線方式を採用し全国的にも珍しい川のある駅舎になった設計は内藤博士高架事業は平成十年十月に着工し地区内にあった車両基地を北に約六キロメートル離れた 市内の長山に移設することから始まった。移設完了後の平成15年度から高架工事に着手し、高架橋は道路と交差する区間を見直して形状を工夫したほか、フラノ線高架橋を周囲の緑や水辺空間と調和する構造に変更するなど景観に配慮した。駅舎外壁は全面ガラス張りで中別川や市街地を見ることができ、 川と町をつなぐ役割を担っている。駅舎内装は、木の町朝日川、家具の町朝日川を意識して、土産木材を多用し、コンクリート柱の表面も木目調となっているのが特徴になっている。駅舎全体は幅180メートル、奥行き60メートルの大きな屋根で覆われており、 樹林をイメージした20本の柱で支えて大きな内部空間を演出している。平成23年度に事業を完了した。都心部を駅南側に拡大するとともに、河川空間などの自然と調和した市街地を形成するため、道路や公園などの都市基盤整備を行って、鉄道効果の用地などを確保する事業計画当初から 土地利用計画だけではなく、ランドスケーププランニングを重視しており、地区計画や都市景観条例を考慮しながら、計画づくりを進めた。平成10年度に、地区計画方針と一部の地区整備計画を決定し、数度の変遷を経て、平成22年度に、全地区の計画が決定した。景観条例により、北斎イ旭川、地区として、 景観計画重点区域に指定されている。8路線の都市計画道路と区画道路、4カ所の外区公園と河川緑地と一体した地区公園を整備した。また、旭川駅舎や高架橋が以前より70メートル南側に移ったことから、駅前広場が約0.8ヘクタールから約2.2ヘクタールへと拡大され、駅前周辺に点在していた。 バス停留場を集約を図るために、バス乗降場を整備したほか、タクシープールや駐輪場、イベント広場も整備した。中別側に3つの橋を架ける、幹線道路整備であり、南北の市街地分断を解消するための事業。新神楽橋は交通渋滞解消のため4、車線化などの工事を行って、平成15年度に開通。背景にある、 神楽ら公園の丘陵地との景観を考慮してアーチ橋にした。氷点橋とクリスタル橋は極度に強梁のデザインが主張しない計画によってシンプルな桁橋とし、橋名は公募によって決まり、氷点橋は平成23年度、クリスタル橋は平成25年度に開通した。なお氷点橋の名前は三浦綾子の小説、氷点にちなむ。 堤防の整備と合わせて、親しみやすい、河川空間を創出する事業であり、河川管理者である、北海道開発局の中別川水辺プラザ事業と旭川市が、河川敷地内の整備を行った。下半林は、生態学的根派、根植法により、八智藩や、半の木などの在来種を市民と一緒に植樹した。旭川北サイトガーデンがある、うが地区には、 生態階段があり、市街地から河川空間への移行体を複数のテラスに細分して構成しており、川に近づくにつれて手入れの度合いを弱くして自然植生そのものを干渉の対象にしている。また、大池は市民が気軽に川に接することができる水面であり、自然な流れである中別川とは対照的になっている。ここでは、かつて、 中別川の広配置を形成していた広大な湿地の一部を再生し、レクリエーション空間や環境教育の場としての役割を設けている。佐岸地区は川の流れが持つ曲線の効果を強調するのが最も適切であると考えられて限られたデザイン要素のみを整備している。地区公園の宮前公園にはガーデンセンターを設置しており、 旭川北サイトガーデンの拠点施設になっている。シビックコアを取り入れて、平成8年度に国の認可を受け、旭川市障害者福祉センターをピッタ、旭川合同庁舎、旭川市科学館サイパル、旭川市市民活動交流センターを建設した。昭和60年代から、旭川市中心部の南側に位置するかぐら地区に、 新たな都市機能を整備していった。また、国鉄分割ミニエカによって、日本国有鉄道生産事業団所有の未利用地が生じたため、1987年策定の旭川新総合開発計画では、旭川駅周辺地区においての広域的な拠点施設の立地や交通網の整備などを進めることにした。北の生活、文化、 産業などに関する施設の導入を図り、多目的広場などの確保に努め、隣接する外区、北西とシビックコア地区及び中別川沿いに配置する地区公園とともに、新しい都市活動の場を形成する。旭川駅に直結する、本地区の入り口として、顔となる外区であることから、商業。 業務施設及びサービス施設などの導入を促進し、賑わいと魅力のある都会的な空間を創出する。都市計画道路、大雪通、昭和通り及び宮前通の沿道外区であることから、沿道サービス施設または、店舗、事務所などの誘導を図り、歩行者空間を創出するなど良好な街並みを形成する。地区公園や自然環境豊かな中別側に、 隣接する外区であることから、サービス施設等の導入を主とした緑豊かな都市空間を創出する。公共、公益施設と民間施設などとの立地を促進し、拠点都市にふさわしい行政機能の充実を図ると、共に市民に開かれた新しい都市活動の核を形成する。中高層の共同住宅を、 主とした立地を誘導し、都心の魅力と居住空間を連続させるなど、新しい都心型の住環境を創出する。共同住宅と、店舗、事務所などの複合用途建築物の立地を誘導し、土地の高度利用と、新たな都心居住空間を形成する。低層の専用住宅を主体とした立地を誘導し、コミュニティスペースの形成を図るなど良好な。 住環境を創出する。すでに住宅地としての外区を形成している街並みに配慮しつつ、低層の専用住宅を主体とした立地を誘導し、コミュニティスペースの形成を図るなど良好な住環境を創出する。注釈出店。ありがとうございます。